皆さんこんにちは、エキスパースの吉香です。さて今日は私、西オーストラリア州が誇るインド洋ですね、こちらはポテスロの、ね、ビーチに来ております。ちょっとね今日はあの風が強いので、あの波が高いですよね。この、海の、ね、近くにある、カフェですね、マルケッタっていう、お店なんですけれども、以前エキスパースでも、紹介したことがあります。今日は、そちらの、オーナーさんクリスさんにねインタビューをしていこうと思います。では行ってきます。エキスパースの吉香です。マルケッタのクリスさんです。この海がすごく近くって、あのローカルの方にもすごい愛されていてて、結構長いですよねこのカフェオープンされてから。はい、そうですね、あのお客様のお話から聞くと、あのおじいさんとおばあさんたくさん来て、その話から聞くと、あの昔々これはあのアイスクリーム店だったんです。へー、はい、そしてそれからいろいろ改修されカフェになって、それからあの今はあの、まあ、見れるようにレストランになったんです。あ、アイスクリームだったんですね。はい、そうです。だからやっぱり おばあさんたちの話から聞くと、はい、私は小さい頃あのアイスクリーム買ってたよとか、あのいろいろ話聞いてます。あ、そうなんですね、はい、クリスさんめちゃめちゃ日本語お上手じゃないですか。前回のインタビューの時が2年前になるんですよ、はい、その2年前の時にクリスさんその日本語でこうお話しさせてもらった時にすごいびっくりして、あの副編集長のもう一人のミカスタッフいたと思うんですけど、ミカもすごいびっくりしてて、私あのこんなに日本語がお上手な方とパースで会ったのって初めてだったんで、すごいびっくりしたの今でも覚えてるんですよ。とんでもないです。いやまだまだです。本当にいやたくさん間違ってるところがあるんで本当にすみません。なんで日本語がそんなにお上手というかお話できるんですか。そんなにできないと思うんですけど、あのまあ、あの小さい頃は、はい、あの愛知県に住んでて、はい、そしてあのパースに戻ってきたらあの日本人学校で、あの小学5年生まで通ってたんです。で、あのまあ、COVID ではあの日本人のお客さんは来てないんですけど、はい、あのできるだけ日本人のお客さんが来てるときはあの僕はあのできるだけ日本語の練習してるんです。すごいですね、はい、日本のその、ま、文化とかももちろんご存知だと思うんですけど、一番こう気に入っているこうものってありますか。例えば、ま、アニメとかも日本の文化の一つでもあると思うんですけど、一番好きな料理はカレーライスなんです。あ、カレーの僕はあの野球が大好き。あ、焼き鳥。いや、野球。あ、野球。あ、そうなんですか。はい、だからあの中日ドラゴンズのファンです。すごい、中日やったら愛。はい、そうですね。そうですよね、はい、あのそしてアメリカだとあのレッドソックスのファンなんですから、あの大好き松坂 の大ファンなんです。あの弟があのちょっと日本で働いてたんですから、あのちょっと旅行行きました。でもあの仕事、まあ、このレストランで仕事いっぱいなんで、あまり、はい、あの旅行は取れない、まあ、行く機会があんまりない、はいはい、本当にもうあのもっともっと行きたいんですけど、やっぱり機会がないですね。名古屋にも行きたいけど、やっぱり北海道に行ってあのスノボをやりたいですね。オージーめっちゃ好きですよ、はいはい、スパースの人めっちゃ行きませんか。はい、めっちゃ行きます、めっちゃ行きますよね。あとはあのちょっとあの甲子園にも行ってみたいですね。あ、そっか、野球が好きだから、はいはい、甲子園球場にも行きたいですね、まあ、ちょっと古い漫画なんですけど、一番大好きな漫画はあのタッチ。タッチちなみにタッチ私全巻持ってます、はい、漫画のやつ、うんうん、全部前も持ってたけどちょっとなくしてしまいました。あら、みなみちゃん。はい、みなみちゃん。かっちゃんとかっちゃん。あ、ちなみに弟さんも日本語を喋るんですか。はい、はい、喋、はい、れるんです。あ、じゃあ2人で日本語で会話したりとかするとか。まあ、あのやっぱりオーストラリア人の前でやっぱり秘密話したかったら日本語使ってますね。両親もちょっと分かるからそれは気をつけなきゃいけない。なるほど。
今 の, あの、まあ、コロナの状況ですごくたくさんあのいろいろ対処とかされたと思うんですけれども、そのクリスさんご自身もそうなんですが、このバルケット の, このカフェレストランとしてはどういうような対策をされましたか？西オーストラリアであのコロナがあの、はい、起こった時、政府がいろいろとあの制限を与えましたね。はい、そうです、ね、はい、そしてその中ではあのレストランにもきつい制限があったので、私たちあの私の家族オーナーたちはやっぱりあのお店を閉めるのが一番いいことだと決定しました。西オーストラリアはもう幸運なところなんで、やっぱり今はコロナウイルスのが最も少ないんで、まあ、見れるようにお客様がまたレストランに来て、もう僕は本当に嬉しいです。お客様 の, あの笑顔が見れるまた見れるようになったんで、もうとんでもなく嬉しいです。動きにくかった期間で新しいこととかいろいろトライしてることってたくさんあると思うんですよ。でもそれってすごくこうパースの人たちはなんかさらに強い思いでやってるんだなってインタビューを通してすごく思ったんですけど、クリスさんは日本の文化もご存知ですし、このパースの文化もちろんご存知なんですけれども、どういうところがお互い似てるなって思いますか？そうですね、やっぱり2つの文化もあの頑張り屋っていうところが似てると思いますね。西オーストラリア人はあの試合とかあのコンペティティブ、競争、はい、競争でやっぱりすごく頑張るんですよ、はい、それがやっぱり日本人と似てると思いますね。チームワークがあの高いと思います。やっぱりこういうあのでかい問題が出てくると、やっぱりオーストラリア人はあのみんな We come together あの一緒に来てくれるんです。例えばコロナの前には東オーストラリアの方でいろいろ森林火災、あの、はい、コアラが亡くなったりとか、はい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 、その問題があった時はやっぱりオーストラリア人みんな力入れてやっぱり頑張ったんです。そしてまたコロナもちょっと違う状況なんですけど、まだあのみんな一緒に力を合わせて頑張ってると思います。みんなでこう一緒に乗り越えていこうっていう、こう思いとか行動力っていうのがすごく強いなって私も思いますね。You're going to be famous in Japan, buddy. Sorry? You're going to be in Japan. Famous okay. in Japan. Hi, Japan. そのこれからあのお客さんがいろいろたくさん戻ってきてくれてる状況にあるじゃないですか、この後そのクリスさんとしてはお店でこういう風なことをしていきたいとか、あとはそのお店としてこういう目標があるとかっていうのはありますか？今ちょっと変えてるところはあの、はい、もっとライブのミュージック、ライブ音楽を、はい、あのやり始めたんです。え、クリスさんもやった？いやいや、僕は全然できませんそれはお客さんが逃げてしまいます。いやいや今あのライブ音楽やってるところが全然ないから、みんなで楽しみたいから、やっぱりそれがちょっとあのそれがサクセス。あ、すみません全然大丈夫ですよ、クリスやっぱこれも切らなきゃいけないですね切りません使います日本人のお客さんがあのいらっしゃるとき、クリスさん対応されるって先ほどおっしゃってましたけど、どういう感じであの対応されるんですか？やっぱり僕がやっぱりあの日本語の練習してるだけなんでお客様がイライラするんじゃないかなと。いや、それはないですよすごいあの喜ばれてる方が多いと思いますよやっぱりあの日本語でローカルの方が接客してくれたりとか話しかけてくれるとすごい嬉しいんですよね。日本の文化を知ってたりとか、そういう日本が好きなのかなって思ったり、私がそのパースすごい好きなんで、こう逆にそういう風に思ってくれてるのかなっていうのがローカルの人から感じれるとすごい嬉しいと思います。
ぜひ皆さんバルケッタいらっしゃった時はですね、クリスさん日本語で話しかけてください。お願いします。あ、ちなみに方言はわからないですかね。まあわからないけど、うん、頑張ります。めちゃめちゃ方言使ってちょっとクリスさん困らせてください。なんでやねん。なんでやねんって。はい、ということで、お店の話全然してないんですけど、ぜひよかったら日本の皆さんにメッセージをお願いします。ああ、じゃあやっぱりまた、今はみんなもう大変な状況なんですけど、やっぱりまたオーストラリアに来れたら本当に来てください。待ってます。クリスさん、今日は本当にありがとうございました。変なこといろいろ言っちゃってすみません。全部使いますね。以上、エキスパースのヨシカと、クリスさんでした。また、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。なんと私見つけました、ブラックスワン。今日はパースのちょっと南に行ったところをご紹介したいなと思います。まずある一瞬からですね、その木々たちがねこうふわって裂けて、一本のね桟橋がバーってあって、このね岩っていうのはだいたい1年に1ミリずつこう大きくなっていくんですよ。オージーとの恋愛バースが聞きたい。若い時はね。わかんないですよ。わかんない。苦しいじゃない。体調崩してしまったっていうところは、あ、私今このままこういう風にこのままの状態で同じことをずっと続けてたら私このままダメになるみたいな。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになります。せーの、また見てねー。